ソッカー塾の久保です。今日も暗号通貨ニュースをお届けします。どうですか。儲かりました。三日前ですけども、ビットコインが五百八十万円台に入りましたよね。私は常々言ってますけども、今のビットコイン六百万円以下になったら買う、六百万円以上になったら売る。これだけで稼ぐことができます。実際三日前のその五百八十万円台に入った時に一ビット買った方は今日ですね見てください。 30万円以上の利益出てるんですよ。今日は622万くらいでしょまあシンプルにこれだけなんですよ。あの、レンジ相場って言いまして、どこまで下がったら上がっていく、どこまで上がったら下がっていく、これを繰り返してるだけですからね。それが他の暗号通貨にも言えるということです。で、カルダノも70円を下回ったら買いなんですよ。で、昨日、一昨日とね、70円を下回ってましたけども、買われた方は、 その分だけ利益が取れてるはずです。ただし、体の方はビットコインと違って単価がね、違うんでね。じゃあ 1A だ買ったところでいくら儲かったんですかってなるとちょっとちっちゃいでしょ。だからこの場合は、まあ1万 A だとかね、10万 A だとか仕込むってことになります。もちろん、買うために勇気は必要だと思います。でも逆に今ビットコインで含み益を得てる方、売る勇気ありますかね、利益確定させる勇気ね。3、4日前に買った方はもう30万の含み益があるはずです。 今日決済したらその価値が確定するんですよ。でも、上がったら上がったでもっと上がるかもしれないと思うんでしょ。その精神力の弱さが利益を取らせないようにしてしまうんですよ。だから、投資で大事なのはね、ルールを作ること。今回はビットコインに関しましては600万円以下600万円以上ってことを私は言いましたけども、それで行くんだったらそのルールを作ること。そして2つ目のルールは最初に作ったルールを守ることなんですよ。 つまりそのぐらい投資って精神力の勝負なんですよね。じゃあ今日は以上でございます。またレポートします。お疲れ様です。